女王が住むのにふさわしいと名付けられた場所、クイーンズタウン。世界一残酷なマシーンはこの美しい大自然の中にありました。あ、空気が美味しいです。おや、ほらほら、あそこに小屋がありますね。人が動いてますよ。あんなところで一体何をするんでしょうか。ああ、今人が落ちてきました。世界一残酷なマシン、キャニオンスイング。これ磁石のようにただ落下するものではありません。109メートル下の川に向かって垂直落下した後、大きくスイングするんです。その幅200メートル、最高スピードは時速150キロに及びます。しかしこのマシンが残酷と呼ばれる理由はそれだけではありませんでした。あそこです、小屋のところ、ゴミ箱かぶってますよ。なんだあれは。なんと頭からゴミ箱をかぶっている人も。そしてこれ、押す、このマシン、残酷な落ち方をすることでさらに怖さが増していくんです。なるほど。いらっしゃい。あ、どうも。スタート地点にはなぜか日本語をしゃべる係員、そしてその下は、わあ、日本のいろんなね渓谷見たけど、こんなに険しいの初めて。断崖絶壁だもん。もう一度言いますが、スタート地点から下までは109メートルの崖です。アナウンサー歴25年の私若林もこれほど恐ろしい仕事は初めてです。そこでまずは後輩の日照、君は挑戦してみてくれ。頑張るんだぞ、頼むぞ。シーズユカリ日照。西尾君が挑戦したのはキャニオンスイングの中でも残酷さナンバーワンと恐れられているザ・チェア。これは椅子に縛り付けられた状態で後ろ向きに落とされるというものなんです。西尾君、アナウンサーの新人研修の時にアナウンサーは勇気だ教えたよな。さあ、西尾アナウンサーが椅子に座っている。ポッと肩いる。こっから見た。行くのか。ああ、行かない。まだ行きません。西尾、頑張れ、頑張れ。あ、行った。まっすぐ。あ、行った。まっすぐ。一回転。あ、そのままガーッと腰の上から落ちていった。西尾。大丈夫か。西尾。西尾。大丈夫か。でもよく頑張ったな。よく頑張った。西尾、髪がこんなになっちゃって、大変だったな。でもお前な、後輩ながら、本当に後輩ながら、すごい。おっさん、まだスペシャル。おっさん